どうも皆さん、唐突ですが、モテたいです。話は変わりますが、モテたいです。人として生まれた以上、モテに憧れを抱くのは当然の性だろう。今日は、非モテの巣窟にチャンネルで、モテる極意を熱くレクチャーしてくれたありがたいスレを紹介するよ。彼女欲しい奴はこの10個だけでいいから実践しろ。1、身なりを整えて、清潔にする。2、自分の意見と自信を持つ。3、相手に甘えすぎない。4、自慢をしない自分を語りすぎない。5、相手を思いやる気を配る。6、相手を褒めるできれば狭い範囲で具体的に。7、相手の話を聞く自分の話に持っていかない。8、下ネタは最小限に全く使わないのもダメ。9、撫でる、手をつなぐなどのスキンシップはナチュラルに。10、正しいイケメンに限る。おい、先生10番無理です。10番以外完璧。最後まで読んだ俺に謝れ。イケメンに限るというあまりに無慈悲な現実に、早々に解散ムードが漂うスレ。10番以外も非モテのコミュ障にはかなり難易度が高い。この一致モテるぞ。8番だけ無理です。9は無理だろ。10番はどうあがいても超えられない壁。無理そうなのが半分どころではないけん。ところどころ俺の経験を含めて書いた。10は冗談だけどな、俺も顔は良くないし。まず1、身なりは服だけじゃない。髪、爪、肌、あと匂いとかも含める。もっと言えば姿勢や立ち振る舞いも身なりのうち。まあ自信ない奴は胸張って歩くのもしんどいだろうから。自分は頑張ってるっていう心意気も大事。自分が周りにどう見られるか、に気を配れるようになると印象も変わる。正しいイケメンは有利。次に2、自信を持つのは難しい。要は根拠のない自信で道化になる。自分はこんなに頑張ってるとか、下準備をちゃんとしてるとか、そういうのは自信の根拠になる。普段から本ニュースなんかを見て自分の考えをしっかりさせてるとか、もっと身近なところだと今何食べたい、俺はこんなものが好きとか、そういう意見を持ってるってことも、自信持っていいことだったりする。何でもかんでもできる必要はないし、何でもかんでも知ってる必要はないけど、何もできない、何も知らない奴は見透かされる。自分の意見と、それを根拠にした自信は大事。正しいイケメンは例外あり。日も手の血の滲むような努力も、イケメンの前ではチリとかすのなんなん。グッドルッキングガイの前では、我々はあまりに無力だ。だが一致の語るモテ論は、実に的を得ている。マジレスすると、服に金かければよっぽどのブサイクでない限り外見はなんとかなる。ソースは俺。一重まで実践してないけど彼女できたぞ。ただし一致には彼女がいない。ごめん、彼女は一人いる。その他に恋人は一人いる。あと二人の愛人やってる。今もう一人寝取れそうだけど自重してる。なん？だと、一致はバチェラーか何かなのか。人としては NG だが、男としては実に羨むけしからん。ここで10か条の中でイケメンの次にハードルが高い。9、ナチュラルなスキンシップへと話題が移る。お前ら10で積むって言ってるけど9も無理だろ。無理だよな。一応彼女いたことはあるが付き合ってもいない女の子に。9ってどういう状況なんだ、お互いに寄ってても無理だろ。例えば向こうが寄ってる時に階段で手をつなぐとか、仕事ですごく頑張った時に撫でるとか、普通にやるだろ。マッサージという名目で肩とか普通に揉めるだろ。拒まれるのはよっぽど下手か脈がない証拠。明らかな。セクハラじゃなければスキンシップぐらい嫌われてなきゃできる。急やったら警察来たんだけどどうすればいいの？手繋ぐのってやっぱ自分から勝手に強引に繋いだ方がいいの？それとも手繋いでいいって聞いた方がいいの？どう考えても無言の方でしょ。付き合ってるならね。難易度高いな。付き合ってないならやっぱ聞くよな。真面目にふむふむとか言いながら読んでったら最後にとんでもない地雷があったでござる。銃は冗談。本当は恥を恐れずに積極的に行って場数を踏め。って感じかな。マジレッスルと6と10は必要ない。11デブは痩せろ、ガリは筋トレしろ。で、これをいつすればいいのでしょうか？ねえ、出会いの場を用意する。オフ会とか参加しないと実践する場所ないな。結局、ナイト出会い中扱いされて敬遠されんだけどさ。4、自慢をしない自分を語りすぎない。7、相手の話を聞く自分の話に持っていかない。あんまし喋らない女の場合はどうするんだよ。相手に喋らせるのが基本だから、何としても喋らせろってことだろ。つーかあんまり喋んないやつ好きになったことがほぼない。ブサメンでもちゃんと清潔な身なりしてれば彼女できるよ。プラス会話が面白ければなお良い。ソースは俺。そう。会話を面白くできなくても、相手が落ち着く雰囲気で話しとけばおく。ソースは俺。好きあらば、謙遜に見せかけて。彼女いるマウントを取ってくるスレミンがいるので油断できない。ヒモテ以外は帰れと言いたいところだが、悔しいことに彼らの言うことも一理あるのだ。この前女の子に聞いたんだけど、女の子は自分にないものを求めるから、美人な子はもうそこまで顔面を求めないという場合も結構あるらしい。
それ言った女の子が美人じゃなかったりして。マジレスすると無駄なプライドしてるべ。ブサメンのメンツなんてのは、ちっちゃくて頼んないけど、最後の砦なんだよ。それ失敗したら取り返しがつかないから守りに入る。ブサメンの女に対するプライドほど無駄なものはないよな。どうせ誰も見てないんだし捨てろ。ここでとある有能なスレミンが、伊藤明氏という心理学者の男性に関する漫画の画像を貼った。何遍貼ったかわかんねえけど、一致の言うことなんか聞かなくてよいからこれだけ読んどけ。まとめると、いきなりモテ男になろうとせず、昨日よりマシな自分を目指して少しずつ自分磨きをする。女性と会話するときは、ヒーローインタビューを意識して話を聞く。ダメな自分を受け入れてほしいと甘えず、相手に選んでもらえる魅力的な人間を目指す。モテる人とは、相手に共感できる人、とのことである。これは恋愛以外にも応用できる、コミュニケーションの極意と言えるだろう。読んでなるほどと思ったよ俺は。なるほど。これはマジ参考になるな。ありがとう。自分は彼女いたことないのに、外から聞いた話で女なんて最低だとか言ってるやつ多いもんな。体感してないのに。一応実践したら彼女できた。ブサイクでも金持ってたらモテる。これが真理。お前らは不特定多数の人間にモテようとバタバタしてるから逆にモテねえんだよ。まずはターゲットを決めろ。あとはその女次第だろ。彼氏には服にこだわってほしいやつもいればヘアスタイルを優先させるやつもいる。車とかもな。うまく落ちたら後は心配しなくても似たような女がポコポコ寄ってくるわ。これはいい話。しょうがない。あらゆる能力開発トレーニングをやった俺が、絶対に願望が叶う方法を教える。なりたい自分、願望などが決まったら、すでに達成してるイメージをし、達成しているように演技、振る舞う。やばいぜ、これの効果。それを実践したら気分が良くなるってのが一番良いことだと思う。心はコントロールできる。自律訓練法や座禅でもやればすぐ自分をコントロールできるようになる。そしたら何者にもなれる。チャンネルだ。チャンネルを合わすように意識を変えろ。なりたい自分が決まったら、それに周波数を合わすんだ。つまり、なりきる。演技しろ。理想は常に掲げろ。そしてそうなると信じろ。なんかめちゃくちゃ熱い自己啓発セミナーみたいなの始まった。目標理想が定まらない人がどうしたらいいんでしょうか先生。抽象度をもっと上げろ。つまりもっと視点を上げろ。そしたら見えなかったものが見えてくる。トマベチヒデトでググリ著書を変え。洗脳は読んだことある。なんか宗教っぽい流れになってる。意識改革は大事だよな。酒の力借りるのが一番早い。で、働け経済力ないと話にならん。で、外に出る。モテの道は長く険しいがみんな頑張ろうな。今回のスレの教訓は、モテは、1日にしてならず、不特定多数にモテまくらなくてもいい。愛する人に愛される自分であるよう、昨日の自分より素敵な自分を目指して頑張ろう。最後までご視聴いただきありがとうございます。いろいろなスレの解説動画を作成してきましたが、モテに関しては完全に戦力外でした。モテる秘訣や心がけていることがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。